今日はいつもの自宅のラジコンコースへ出てきてます。久しぶりにすごく晴れたので気持ちよく走らせれるんじゃないかなと思います。こんな感じですね、雲一つない晴天ですね。で、今日持ってきてるのがこちらですね。ざっと6台です。この6台、一応今日のテーマがハイエンドということで、ハイエンドバギーをそれぞれ持ってきました。まあハイエンドといっても1台若干っていうのもありますし、本当は2駆で全部揃えたかったんですけど、4駆のものもありますし、まあハイエンドのメーカーのものが全てあるわけじゃないんですけど、全部メーカー違うものがですね、ここに並んでます。で、一応右から左奥にかけて一応年代ぐらいごとに分けてるんですけど、手元に持ってるのがまずこれですね。これね、ボディはね、DT02 のサンドファイパーのがついてるので、まあ、そこはちょっと気にせず撮ってみます。こんな感じ、強小のアルティマ RB5、 2007年ぐらいかなのモデルになります。これですね。で、上、これはこれもね、これ何のボディだったか忘れたんですけど、これボディ違います。とりあえずつけてますけど。で、こっちがヨコモの BMAX4 ですね、2007年ぐらいのモデルだったと思います。本当はここにね、同じように肉のヨコモの車、まあ、SO とか並べたかったんですけど、ちょっとないんで、今日は一応ヨコモ代表として BMAX4、 結構古いんですけど並べてみました。で、この横スリーレーシングのカクタスですね。昔あのガガさんがですね、ちょっと動画で取り上げたこともあって、一時有名になった車です。2015年ぐらいだったかな。で、一応ミッドシップのタイプの車になります。ちょっとだいぶ汚れてますねで、この下がね、シュマッカー、これもね、2015年か6年ぐらいの車になるんですけど、これがね、僕の中で一番のお気に入りですね。というのも、これね、ちょっと珍しくてですね、はい、わかるか、ベルト駆動なんですよシュマッカーの KF2 っていうです。これも5、6年だと思うんですけど、この KF があって KF2 があって KC なのかな、まあ、なんせちょっと仕組みが変わってるところがお気に入りですねKF の F はミッド、フロントっていう意味だったと思うんですけど、KC はって話だよねKC は何だろうね。 KF はフロントだけど KC で、この横、まず上、これね、先日これも、動画にちょっと登場したので、もう見られた方もいらっしゃるかと思うんですけど、これがね、こんな感じ。これがエクスレイのXB2、 2017年ぐらいのモデルだったと思うんですけど、これもミッドですね。で、このカクタスがモーターの向き違う、こっちが4ギア、こっち3ギアかな。で、最後がアソシ、これ B6.3 なので、2021年ぐらいかなのモデルです。中身はこんな感じ。一応ね、あそこにね、防塵対策としてちょっと加工したギアカバー的なものつけてますけど、普通によく走る車ですね。で、この6台がですね、手持ちのハイエンドになるんですけど、それぞれメーカーが全部違ってたので、本当は LC レーシング、BHC とか、あと最近PR レーシングの S1V3、なんか 10R かな、 10R かな、なんか新しいのも出てたりするんで、実はそういったハイエンドも見たかったんですけど、
まあ、今回は自分の手元にあるものを使って走っていこうと思います。こんな感じですね。はい、でまず1台目、一番古いんですけど、表彰のアルティマ RV5、 ここにある車の中で唯一 RR かな。モーターが後ろなんで、これで走らせてみよう